年賀辞に。ここの子供も南張りで。あ、自信や。山船取ったところが開いちゃうんで、年賀辞を作りたいと思ってます。化粧水栓を設けて、それがシンボルになるデザインをしていこうかなと。脱出水栓があるんで、ちょっと強調しようかなと。半合石で貼っていきます。芝生を取って、今度は人工芝。雨でちょっと抜かるときもある。暗渠。人工芝を張っていきます。当初の予定はないんだけど、こう仕上がってきて、ここが、なんか、入り口が。で、レンガが今余ってくんで、レンガ敷きにしようかなと。ここからすぐ、人工芝だとか、ちょっとね、見栄えがいいかな。これで一応人工芝敷き終わって、お客様がここのドマも南張りで貼っちゃってくれというお話があったんで、これ全部です。ここコンクリート打ってあるところ。
この形で一応あちらの欄張りを張ったあの張り方でレンガで一応枠を決めて以上この全部張っちゃいます。この下がこんだけしっかりしたベースだからね。化粧砂利ほんとはこれ付け出してだけどこれもう見せないように化粧砂利で、うん、そうそうこんな感じで一応木蓮をここにあったやつをこちらの方にちっちゃく一応移植しました。ただ木蓮取ったところはちょっと空間が空いちゃうんでやはりこっちのつながりの色合いをちょっとこっちにちょっとアクセントで、で結構お客様が鉢でもう置物も結構あるんでまあそれを置けるような演出のちょっとレンガアーチを作りたいと思っています。まあいつものようにバケツとタイヤとか丸い円を利用した形でこう構築できちゃうんで、はい、我々の車間のバケツ使ってるのが大体300ぐらいなんで、まあそのぐらいの内径が300ぐらいのやつだとまあいいかなと思って、まあ一応バケツを使ってまあレンガアーチを作ります。これでアーチが固まったのでバケツを取ります。例えば空間が空くんでバケツとの、はい、
レンガとの隙間がないですね。よいしょ。ここがちょっともう全然ポイントがないんで、アレンジしてある鉢があるんで、それからあとこういう置物があるから、まあできればここがそういう置物とお花のちょっと世界にしてあげようかなと。鉢を置いたり、別にライトをソーラーのライトを置いてみたり、まあできるだけいろんな演出ができると思うんです。ここもブランドは全部植栽だけじゃちょっと模様がつかないんで、やはりこっちのつながりでこっちの色合いの乱張りを、やっぱりこう地に植えると芽がやっぱりほとんど出て、ここがあれだったんで、ほらこうやって長く置いておくと結構ともう取れなくなっちゃう。鉢を角で色合いつけていきます。玄関の方に